ワンピース海賊無双4。勇敢な海の戦士に俺はなる。メソメソすんな。そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくればよかったんだ。うわ、野蛮人最低。マリモ、分かったよ、好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああの組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲、敵襲。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。あんたいつからこの船に。モンキー D ルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。おいお前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずだった。私もそれを望んでいた。なのにあなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もない。だからこの船に置いて。なんだそうか、そらしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。
その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって、なんでだ。おめえらすげえ船大工なんじゃねえのかよ。査定の結果は聞いただろう。船の全骨格の土台となる流骨がひどく損傷している。そんな、じゃあ本当にもうゴーイングメリー号では二度と航海できないの？まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を買ってけ。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に航海できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。てめえそれでも一線の船長か。話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら、うわー、そういやウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。一方、その頃、
水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この町の人たちも参加の準備をしてるみたいね。え？なんでそんなこと知ってるんだ？そんな話し声が聞こえたから。癖なの。子供の頃から人の顔色を見て聞き耳を立てて生きてきたから。はあ、すげえなロビンは。お、あそこに本屋がある。寄っていいか？もちろん入りましょう。CP9 です。CP9。 あれ、ロビンどこ行ったんだ？おーい、ロビン。こりゃすげえ、見たこともねえほどの大金じゃねえか。待てどもー、金返せ。ニューヨークベリー、兄貴に届けるぞ。それ逃げろ。くそ、逃げられた。絶対に取り返さねえと。みんなに合わせる顔がねえ。金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。修理する大事な金なんだ。返してもらうぞ。金の番すらできねえと。情けねえやつがいたもんだな。
金でメリーを直すはずだったんだ。絶対に取り返す。ウソップ息はあるか、チョッパ。死んじゃいない、大丈夫、助けられるよ。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家吹き飛ばしてくるからよ。誰だ君らは。あれは麦わらのルフィ、あの貧弱長っぱな野郎のいる一味の船長だ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。こっちから叩き潰してやる。うやっ。どう、ちょっと待て、おめえら、金だろ、返してほしいのは。残念だがここにはもうねえ。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれだけ暴れようとも金は戻っては。もう喋ってくれるな。そういうこっちゃねえんだよ。そうだな、もう手遅れだ。お前ら骨も残らねえと思え。おうか、フランキー。どこへだよ。まいった。金の行方は本当にわからぬようだ。フランキーってやつを締め上げても買い物された後じゃな。おい、ウソップの応急処置終わったぞ。とにかく船に戻るか、ルフィ。船よ。ん？決めたよ。ゴーイングメリー号とはここで別れよう。
船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小牧野よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー・ディ・ルフィー、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。お前だ、殺してこいよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しければ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。これ以上戦ったら2人とも死んじゃ済むねえぞ。
衝撃インパクト、どうだ父は。ゴムゴムのブレット、メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。やるじゃねえか。決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りて、ロビンを捕まえるんだ。
よし、やるか。超襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。クンクン。ん？どうした、チョッパ。ロビンちゃん。ロビン。どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。ここでお別れよ、この町で。何言い出すんだよロビンちゃん。ああそうか、新聞のことだろ。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。
いつらがアイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえな。ロビンちゃん探さなきゃいけねえ。よくもアイスバーグさんを。バラの一味め。しかしは。ロビンを捕まえるんだ。何もわからねえ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。なら、ロビンはもう一度アイスバーグ。そこを捕まえるぞ。むやみに動くわけにはいかねえ。造船ドックの方はまだ静かだな。あそこで情報を集めてみよう。麦わらの海ってのはどこだ。すごい。人を集めろ。
詰めるところじゃねえ。やれら簡単に乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに目立つものを破壊すれば注意を引ける。騒ぎを起こすんだ。応援に来たぞ。耐える勇気だ。
いつらの火星を呼べ。人数を集めろ。そこで止めろ。抜かれたらガレーラのはずだぞ。エラカンパニーってのは一体何言いやがるんだ。うちは汚れちまったのか。こうなったら俺たちが食い止めるしかねえ。もう現行犯のクソもねえな。ガレーラカンパニーに侵入するぞ。ロビン、もう一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に。今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一古代兵器を復活させる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を。それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなた私の何を知っているの。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほどキラー政府に。じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし世界がどうなろうと構われてるか。構わない。古代兵器プルトンの設計図、そのありか。多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバーナイン。潜伏など造作もない任務。しかしこの件に費やす時間もリミットを迎えました。話を続けましょう。設計図の在りかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を2人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて。設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。
邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前、船大工の。わけわかんねえが、ロビンを返せ。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手をしろ。ああ、超人的大義独式の力、我々 CP9 は皆得得している。でかい諦めろ。ワードはエアドは終わらせねえ。気が済んだか。我々 CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟、人体の限界を超えるための訓練を受けた。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、最後に面白いものを見せようか。猫猫の実、モデルレオパルド。島の外まで飛べ。行くぞ。アイスバーグの弟弟子フランキーの、いや、カティ・フラムの持つ設計図を奪いに。